どうもおはようございます。中田敦史です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後に人口と、宝くじの難易度について話したいと思います。それから、ロトセブンか、今日はロトセブンの予想をして、予想を得た感想について話して、明日の意気込みについて話したいと思います。今日のメインは、ロトセブン。ロトセブンの予想になんねんけど、かなり難しいかな。ここ2回はかなり荒れてるから、この前が1桁4つ出てるから予想は本当に大変。ロト6と比較するとやっぱりロトセブンの方が今は難しい。ロト6も難しいねんけど、まだ予想はしやすくなってる。一時期めっちゃロト6難しかったんけど、今は、そうやな、ロト7の方が難しい。ロト6は少し難易度が下がってるというか、予想しやすくなってるから、まあ当選できるかどうかはわからんけど、でも、その数字の並びだけ見たらロト7の方が今は難しいな。だからロト7は購入できないんだけど、難しすぎるから。まあ、この前は、運よく3つ一致できてんけど、それでもやっぱり、ロトセブンは難しい。一応僕は10台メインで予想してるから、ここ最近10番台があんまり出てない。そこがちょっと引っかかるような、もう10回ぐらい、多分、10番台があんまり出てないよな。2つはあっても3つ以上本数字では出てなかったと思うから、もうそろそろ来るん違うかなって思ってんねんけど、1桁この前久しぶりに多く出たから、10番台ももうそろそろ出るん違うかなって正直思ってる。ここ最近はずっと2つぐらいやったもんな、本数字10番台。少し前は4つとか普通に出てたんやけど、ほんまに最近は10番台がとにかく少ない。個数というか、2つぐらいしか出てないもんな。僕は10番台メインで考えてるから、それに全体的に見てやっぱり、ロト7って10番台が多く出てる傾向にあるから、ここ最近は10番台少ないけど、その全開催分見たらやっぱり10番台が強い。10番台が多く出てるから、だから僕はロト7に限って言えば10番台メインにして考えてるけど、ロト6はちょっと考え方が違う。ロト6はどっちかっていうと桁違いとか、一つ違いとか、そういう予想の仕方やけど、ロト7の場合は10番台メインに考えてて、あと引っ張り数字、何個か入れて予想するみたいな感じだから、そこはロト6とは予想の仕方が違う。今はまだロト7は来てないけど、でも絶対に来ると思う。1回だけ当選してんけど、その時はボーナス合わせて5個一致したから。だから、また来ると思う。ただ、今はかなり難しいから当選できてないだけで、また必ず簡単な数字並びが来ると思うから、その時になったらチャンスかな。まあ、とりあえず、今日はロト7か。予想。昼ぐらいになるかな。じっくりとしたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。よいしょ。